友達どんな顔どんな顔楽しい動物百科始まるよ提供はサントリー。リスが木の枝を登っていきます。今日は皆さんと一緒にキタリスの食べ物探しを見てみることにしましょう。一生懸命カシの木の芽を食べています。カリ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 、これはネズミの食べ方とそっくりですね。実はリスもネズミのように丈夫な歯を持っていて、放っておくと1年に20センチも伸びてしまうんです。だからいつも伸びてくる歯を削るためにカリ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 と物をかじっていなければならないんです。リスはとってもすばしっこくて木登りも上手だし、枝から枝への見事なジャンプもやってのけます。うまいもんですね。今度は何を食べるのかな。もみの木の実のようですね。前足を使ってうまくつかみます。ところで皆さんは何種類ぐらいのリスがいるか知っていますか。なんと40種類以上もいるんです。中でも有名なのはアメリカに住む灰色リスと、アジアヨーロッパに住むこのキタリスなんです。さあ、せっかくのごちそうだから木の切り株の上に座ってゆっくりと味わうことにするか。リスはこのように木の皮も食べるんです。今度はどんぐりのようですね。あ、こっちにやってきます。何か見つけたようですね。何を見つけたのかな。どうやら鳥の巣を狙っているようです。実はリスは木の実ばかりでなくて、このように鳥の卵やヒナも食べちゃうんです。リスが鳥の卵も食べるなんて皆さん知ってました。リスって意外といろんなもの食べるんですね。大きな口を開いた怪獣ムカデメリベ。実は体の長さ10センチほどの貝殻のない貝の仲間ウミウシの一種なんです。ムカデメリベは日本の海岸の岩場にもよく見られる生き物です。ムカデメリベは骨がありませんから、このように実に柔らかく体をくにゃくにゃ曲げて泳ぎます。大きな口は絶えず動かしています。口は大きくても食べるものは大変小さな微生物なんです。背中の突起は先端がまるで手の指のように枝分かれしています。この突起が海の中でどんな役割をしているのかまだよく分かっていません。ムカデメリベは体のほとんどが透明ですが、茶色の玉のように見えるのは生殖腺です。一匹でオスメス両方の器官を持っているんです。ムカデメリベが口を大きく開いて餌を食べています。餌はごく小さなプランクトン、特にエビやカニの赤ん坊です。口が大きいのは水を吐いたり吸ったりして水を動かし、水中の細かいプランクトンを捕らえるためなんです。ムカデメリベはこれという武器は何も持っていません。だから怪獣のような格好をして敵を驚かしているのかもしれませんね。楽しい動物百科始まるよ
サントリー。ここは年間降雨量数ミリというカラカラに乾いたイスラエルの砂漠。昔からここにはキリスト教の聖書に出てくる動物たちがたくさん住んでいました。そしてまたここには数千年の昔から今も変わらずヤギや羊を追って生活しているベトウィン族などの遊牧民が住んでいます。彼らは砂漠の旅の途中に出会った動物をこの岩肌に描きました。それは苦しい旅の慰めであり狩りの成功を願ったものかもしれません。岩にはラクダ、オリックス、ダチョウ、野生のヤギ、サソリなどが描かれています。ラクダです。彼らの砂漠の生活にはなくてはならない動物でこのラクダの背に荷物を乗せて旅をしました。野生のヤギ。ヤギは食料や医療として欠かせない動物でした。彼らは旅の途中でこのヤギを捕まえたのです。ダチョウです。この絵によって昔この付近にもダチョウが住んでいたことがわかります。今アジアでは絶滅し主にアフリカにしか見られません。角の長いオリックス。オリックスは水の少ない砂漠の生活に適した体の構造を持っています。しかしこの美しい砂漠の動物も絶滅の危機に瀕しています。岩絵に残る砂漠の動物たち、その中のいくつかはすでにその姿を消しています。動物を絵でしか見られない、そんな時代が来ないようにしたいもんですね。今日は皆さんをヨーロッパに住む青肌トンボのハネムーン旅行にご招待しましょう。青肌トンボは大きさがおよそ7センチ、主に川岸に住んでいます。まずオスは結婚の前に川岸に自分の縄張りを作り、独特の空中ダンスを踊り始めます。これはメスに対して、おい誰か僕と結婚してくれないかということと、他のオスに対しては、おいここは俺の縄張りだから入ってくれるなよという2つの意味があるんだそうです。いよいよ花嫁さんも決まり出発です。さあどこに行くんでしょうか。到着。葉っぱの上です。まずオスは長い尾っぽでメスの首を挟みます。次にメスは尾っぽを大きく曲げてオスのお腹にくっつけます。黒いのがオス、茶色いのがメスで、尾っぽが大きく曲がっているのがわかりますね。トンボはこのような独特のスタイルで交尾をするのです。交尾が終わるとメスは念入りにお化粧を始めます。まずお顔のマッサージから始めていただきます。大きな丸い右の目から始めましょう。次に左目に移っていただきます。これは空を飛ぶ昆虫によく見られる習性で、飛ぶ力を大きくするためできるだけ体を軽くしようとするものだと言われています。お化粧の最後の仕上げは長い尾っぽのようですね。最後に2匹は川に潜り、水中の草に卵を産みつけて楽しいハネムーン旅行を終わるのです。今日の友達どんな顔どんな顔、楽しい動物百科始まるよ。提供はサントリー。白熊の名で知られるホッキョクグマ。
ホッキョクグマのお母さんが2匹の子グマを連れて海を泳ぎ渡ろうとしています。ホッキョクグマは世界で一番大きな肉食獣で、オスは体重600キロ、メスでも400キロもあります。ホッキョクグマのお母さんは3年に一度、普通2匹の子グマを産みます。そして子グマが2歳になって子別れするまで、実に細やかに気を配って子グマを育てます。陸に上がってきました。体をブルブルっと震わせて北極海の冷たい水を払っています。毛皮がふさふさしてあったかそうですね。この毛皮のために北極グマは人間に狩られて数が減ってきてしまったんです。現在は絶滅の危機にあり、北極圏全体でおよそ1万頭ぐらいしか住んでいないだろうと言われています。せっかく毛皮を乾かして日光浴していたホッキョクグマの親子、どうやらカメラが邪魔をしちゃったようです。お母さんグマはカメラが気になって仕方がありません。なるべくカメラを避けて遠くへ行こうとしています。子グマも一生懸命お母さんの後を追いかけます。ところがカメラマンが連れていた犬が飛び出してホッキョクグマに吠えかかりました。お母さんグマは子供を守ろうと必死で犬を追い払います。さあ今度はカメラに向かってきました。カメラマンも大急ぎでカメラを置いて逃げ出します。ちょうどうまい具合に犬が子グマを追いかけ始めました。お母さんグマは慌てて子供のところに戻ります。お母さんグマはこのように一生懸命子グマを守ります。クマのお母さんの子供に対する愛情は大変深く、それでローマ時代の昔から母グマは子を守る母のシンボルとされてきました。クマのお母さんって優しくってとっても頼りになるんですね。